パステルの生地の紹介をします。まずは材料を紹介します。小麦粉 400g、まあ、中力粉でも、強力粉でも大丈夫です。 400g です。そして大さじ1の塩と大さじ2のオイル と300cc のお水とお酒、ブラジルのお酒 50cc です。これはサトウキビのお酒、40度ぐらいのお酒を使います。まずは 400g の小麦粉の中に大さじ1杯の塩を混ぜます。よくかき混ぜた後に真ん中をくぼませてオイル大さじ2杯入れます。その後に少しずつお水を加えながら混ぜて、真ん中から混ぜていきます。大体こんな感じになると少しずつお水を加えていきます。その後に 50cc のお酒を入れていきます。これも少しずつ入れていきます。で、こんな感じになります。それからちょっと手でこねていきます。で、手にくっつかないぐらいになるまでちょっとこねていきます。柔らかくてくっつく場合は小麦粉を少しずつ入れていきます。ここ使ってこねていきます。ちょっと生地が柔らかいなと思うならもう少し入れていきます。でこういう感じで手にくっつかないぐらいだったら大丈夫です。でこれを15分間寝かします。その後また20分か30分こねます。でラップをかけて寝かします。で今できたのを15分間寝かします。寝かした後にまた取り出して20分から30分間またこねます。でこねた状態ができたやつがこういう滑らかな生地になります。今から生地を伸ばしていきます。平らなところに小麦粉を少し振ってその上で生地を伸ばしていきます。1日置いた生地を伸ばしていきます。まず最初にこういう風にして平らにした後から棒で伸ばしていきます。まあ、芋を取ってなるべく薄く伸ばしていきます。サイズはだいたい10センチから22センチ、10×22 センチぐらいの生地を作るので、それぐらいまで伸ばしていきます。カットしていきます。で、ちょっと振って。はい、大体こういう形に。できたらもうちょっと薄くすると、すごいいい生地になります。こんな感じです。